今日は、本田さんの試乗会にやってきました。今回乗る車両はこちらです。じゃじゃーん、ずらっと並んでおります、モーターサイクルショーで初披露しましたフォークイレブンです。実はもうちょっと試乗会は終わってて、雨が降ってきちゃったので、このテントの下に今いるんですけれども、2つのカラー、どっちの動画も撮ってきました。実際乗ってみた感想や、あとは、開発者の方にもお話を聞いてきたので、そのことなんかを、この動画で話していきたいと思います。それではフォークイレブンのレポートスタートです。ブンブン。多くの方が気になってるこのミラーの見え方だと思うんですけど、今はまあちょっと後ろ見えないかなって思うと思うんですけど、意外とこの自分の体格に合わせたこのミラーの位置にすれば、ちゃんと後ろも見えるなって思いました。普通の他のバイクよりかはなんか本当にちゃんと調節しないと後ろは見えないかなと思います。ほら、ミラー越しに見えるホンダがたまに見えるんですよね、ちらっと。これがかっこよかったりします。フォークイレブンは上がりバイクであり、裏ホンダであり、速くないでも少し速いバイクであるという説明が開発者の方からありました。上がりバイクというのはバイク乗りが最後に乗るバイクとして選んでほしいという思いがあるそうです。アフリカツインの骨格とエンジンをベースにしています。エンジンの仕様はそのままに、フレームを前側に回転させてフォークイレブンのオリジナリティを出しています。正統派で優等生なイメージの強いホンダが出してきた個性的なフォークイレブン、ロケットカールありきでデザインされたというだけあって、タンクの直線的なデザインなど遠目から見たらホンダのバイクとは思えない雰囲気なのは裏ホンダなのかなと感じました。ロケットカールとテールカールはFRP 製で、継ぎ目のない美しい曲面を表現するためにかなりこだわったそうです。さあ、以前ね撮影した時には見ることができなかったもう一つのカラーリングがこちらです。ネイビーの青の方とは違ってシルバーのこっちのこっち逆反転してますね。バイカラー黒も黒でかっこいいな。良きですね。こちらはカスタム車両ですね。よいしょ。ステップだったりマフラーも盛り焼きになってたり、こんな風に、ね、こういう風に積載するといいですよみたいなのも展示してくれていました。カラーは私はブラックの方が好みです。フォークイレブンの造形の美しさをより感じられるのはブラックかなと私は思いました。じゃあこんなコテージからはバイバイしてお昼ご飯を食べていきます。今はもう昼過ぎなのでお腹が空きました。どんなお昼ご飯かが気になります。あとホットココアが飲めたのでホットココアが飲みたいです。お昼ご飯食べたいと思います。お味噌汁があったんですけどもう寒くて先に飲んじゃいました。じゃあこんな感じです。お味噌汁のおかわりしたんですか。え、私もしたい。あ、すいません、私もお味噌汁のおかわりいいですか。ありがとうございます。ブンブン。長さもありボリュームもたっぷりな見た目通り、乗り味もゆったりしています。バイクが率先してキビキビ動くというより上がりバイクと歌っている通り、ライダー自身も余裕を持って走ることができるようなバイクです。
なのでワインディングでは自分の思った通りのラインを走ることができるのが楽しかったです。 1100cc という排気量を生かしてギアチェンジを細かくせずアクセルワークだけで走ることもできます。速くない、でも少し速いってどういうことって思っていたんですけど、今言ったことも含めて走ったら納得しました。ライディングモードはスポーツ、スタンダード、レインの3つと制御を個別に設定できるユーザーも用意されていました。スタンダードだとかなり優しい設定で加速もゆっくりに感じるので 1100cc に乗っている感をしっかり味わえるスポーツモードが私は好きでした。シート高は 820mm と少し高い気もするんですが、シートがくびれていて足がまっすぐ下ろせるので154cm の私でもギリギリ両足がつきました。坂道でも止まれるのは停止と発進は坂道でもできるなって思いました。この足つきでもなんかやっぱフロントのこのタンク周りのボリュームがすごすぎるから、でシート高も高いけど意外とこのくびれがあるんで足つきは、まあいいとは決して言えないけど、坂道でも止まれる、そして発進できるっていうのは大きいなって思いました。トップブリッジ下に取り付けられたセパレートハンドルもまたがってみたらそこまで前傾にならないので腕に体重がかかりすぎないですし、シートとハンドルの位置も見た目ほど離れていないので身長の低い方でも腕が伸びきらないライポジでした。開発者の方たちに自分がホークイレブンのオーナーだったら追加したいアクセサリーはと聞いたんですけど、シングルシートカールを装着すると答える方がほとんどでした。タンデムシートもコンパクトで荷物を固定するフックもないので、外観的にもシングルシートを装着して本当の意味でのホークイレブンが完成するんじゃないかなと思いました。そして上がりバイクとして最後に乗るバイクならカブなのではという少し意地悪な質問には、もし乗れなくなっても飾って眺めているだけでも楽しいバイクだという回答をもらいました。50代60代に向けた上がりバイクということでしたが、もっと若い世代も楽しめるかっこいいスタイルのバイクだなと思いました。日本専用モデルという日本で走るために作られたホークイレブン、半日休日をフラットツーリングに行くような、そんな楽しみ方ができるバイクです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしています。